バイシクルキックを試みる選手バイシクルキック、またはオーバーヘッドキック、シザーズキックはサッカーにおけるキックの一つである。地面に背を向けた状態で空中にあるボールを頭より高い位置でキックするもので足の動作が自転車のペダルをこぐ様子やハサミを動かす様子に似ていることからこれらの名前がついた。見た目の派手さからサッカーにおける最もエキサイティングな プレーの一つであるとされる。攻撃側が得点を奪いに行くときのほか、防御側がボールをクリアするために行う場合がある。いずれにせよ高度な技術が求められるため、成功例の大半はトップクラスのプロサッカー選手に限られる。バイシクルキックは19世紀後半の南米ペルーで生み出されたと考えられており、それがヨーロッパへ逆輸入され、世界へと広まっていった。 バイシクルキックはサッカーにおける象徴的なスキルに見なされており、彫刻、映画、文学など芸術の分野においても取り入れられている。前述の通り、英語圏では主にバイシクルキック、オーバーヘッドキック、シザーズキックの3種類が用いられる。シザーズキックをバイシクルキックとは区別する場合もあるが、ほとんどの場合同一視されている。英語圏以外の表記では、 フランス語のシーソラツアン、ポルトガル語のポンテップでビーチクレターなど他の動作に例えたものや、ドイツ語のホルラックジアイヤー、ポーランド語のプラスローとか、イタリア語のローブサイアタなど動作をストレートに表現したものがある。また変わったところではノルウェー語のブラセスパークといったものもある。バイシクルキックの由来をめぐっては、ペルーとチリの間で長年論争になっており、 ペルー人がチャーラカと呼んでいるのに対し、チリ人はチーラニタと呼んでいる。いずれにせよ、スペイン語圏では、一般的にハサミの動きに例えた、ティヘラやキタといった単語で表現される場合が多い。バイシクルキックの体制を段階的に表したもの。R イコール右足バイシクルキックを成功させるには、高い運動能力と技術が求められる。 実行するためには十分な体勢を取る必要があり、また確実に足をボールにミートさせるために高い集中力が求められる。難易度が高いシュートであるため、成功すれば観客やメディアから一心に注目を浴びる。ブラジルの伝説的選手であるペレはそのキャリアにおいて1283ゴールを挙げたが、そのうちバイシクルキックによるものは数えるほどしかない。 バイシクルキックをするためにはまずボールが宙に浮いていなければならず、よって味方にクロスを送ってもらうか自分で浮かせる必要がある。キックをする足とは逆の足がまず上げ、その推進力で体を持ち上げキックに入る。体が地面に対し水平になるのを見計らい、頂点に達したら逆足を下げその反動でキックをする。実行者は インパクトの瞬間までボールに集中しなければならない。腕は空中でバランスを取るためと落下時に衝撃を和らげるために使う。試合中、バイシクルキックが行われる場面は多くの場合に通りあり、一つは防御側がボールのクリアを試みる場合でもう一つは攻撃側がゴールを奪いに行く場面である。フィールド中盤で使う場合もあるが、わざわざ バイシクルキックを使う必要がある場面がほぼない、ためめったに見られない。攻撃側がバイシクルキックを成功させるためには実行者のほか、クロスを送る側にも高い精度が求められる。また、自分の近くにいる他の選手を巻き込まないよう注意する必要があり、ある程度広いスペースで実行することが望ましい。実行者にとって最も危険な場面は落下時で、 うまく着地しないと頭や背中、手首をフィールドに打ち付け負傷する可能性がある。腕をサポートに使って背中から着地することが望ましい。コパアメリカ1975チリ戦でバイシクルからゴールを奪うペルー代表のフアンカルロス・オブリタス・バイシクル・キックを何時、どこで、誰が作り出したのか、いくつかの伝承が残っている。一般的によく言われているのはペルー。 地理を起源とする話である19世紀、南米の各国はヨーロッパと活発な貿易を行っており、例えばブラジルはコーヒー、アルゼンチンは食肉、ペルーはグアノを輸出していた。この関係で南米に移住するヨーロッパ人も多くおり、その中のイギリス人移民が南米にサッカーを伝えた。イギリスで生まれたサッカーはヨーロッパに浸透していったが、 そのスタイルは各国においてあまり大きな差がなかった。南米に伝えられたサッカーは、イギリスのスピーディーなスタイルをそのまま模倣するのではなく、個々の技術を中心としたゆったりとしたスタイルに変容した。南米ではドリブルやフリーキックなど個人技が重視され、その中でバイシュクルキックが生み出された。バイシュクルキックは太平洋に面した。 ペリューの港町で最初に考案された。イギリスから来た船舶が港に停泊している間、船員たちが地元の人々とサッカーをした。そのルールの単純、明快さからサッカーは地元の人々に受け入れられていった。ペリューの主要防衛機構であったカヤオでは、労働者階級のスポーツとして、サッカーが広く親しまれており、19世紀後半に、 イギリスの船員と地元労働者たちとの間で行われた試合ではバイシュクルキックはティロデチャーラカと呼ばれていた。チリの重要防衛機構であるタルカワノでもカヤオと同様にサッカーが盛んに行われていた。1910年代、ラモン・ウンサガというスペインバスク地方出身の選手がバイシュクルキックの名手として知られており、そのキックはタルカワノの人々によってチョレラと呼ばれていた。 1910年代から1920年代の南米西海岸地域においてチリのサッカー選手によってバイシクルキックが広められていった。1916年に第一回コッパーアメリカが開催されたが、この大会でチリ代表のラモン・ウンサガとフランシスコ・サンチェス・ガティカがバイシクルキックを披露し話題をさらった。1927年、 CSD コロコロのスペインツアーでチリ人フォワードのダビド・アレジャーノがバイシュクルキックを含む危険なアクロバット技を披露したが彼は技の失敗が原因で負傷死亡したこれらの出来事からスペインやアルゼンチンではバイシュクルキックをチーリーナと呼ぶようになった20世紀後半になるとペレがバイシュクルキックの名手として注目されるようになった糸もたやすく バイシクルキックを成功させるペレに人々は注目し、また、ペレ自身も、そのことによって、自信を高めたとされる。ペレ以降の選手では、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナやメキシコのウゴ・サンチェスらが、名手とされる。コパ・アメリカ1975決勝で、ペルー代表のフアンカルロス・オブリタスが、チリ代表相手にバイシクルキックでゴールを奪った。20世紀後半における最も印象的な、 バイシクルキックの一つに 1982FIFA ワールドカップ準決勝西ドイツ対フランス戦で西ドイツ代表のクラウス・フィッシャーの言ったものがある。フィッシャーのゴールで追いついた西ドイツ代表はこの後 PK 戦の末に決勝進出を果たした。フィッシャーのゴールはワールドカップ史上最も美しいゴールの一つに数えられている。1986FIFA ワールドカップでは メキシコ代表のマヌエル・ネグレテ・アリアスが決勝トーナメント1回戦のブルガリア戦でバイシクルキックからゴールを奪った。21世紀に入ってもバイシクルキックは依然として難易度の高い、そして注目を集めるプレーである。2001年リーガエスパニョーラでレアル・マドリードのグティがビジャレアル戦で決めたバイシクルキックでのゴールはガーディアン史上で最も美しいバイシクルキック6。 戦の一つに選ばれた。2002FIFA ワールドカップでマルくビルモッツが日本戦でバイシクルキックを決め日本代表のサポーターを騒然とさせた。近年では2012年にズラカン・イブラヒモビッチが親善試合で成功させたものやウェイン・ルーニーが2011年のマンチェスターダービーで見せたものが有名でイブラヒモビッチはこのゴールで2013年に FIFA フフプスカシュ賞を受賞。 ルーニーのものは、プレミアリーグ史上最も美しいゴールに選出された。バイシクルキックはその高い難易度と見た目の華麗さから、サッカーを象徴するプレーの一つとされている。1994FIFA ワールドカップコロンビア戦で、アメリカ代表のマルセロ・バルボアが見せた、バイシクルキックは、アメリカでのサッカー人気の上昇に一役買った。元マンチェスターシティ FC のポールレイク曰く、 デニース・ターートのバイシクル・キックを真似しようとして多くのファンが負傷した。イタリア代表のマリオ・バロテッリはユース時代にロナウジーニョ、ジネディーヌ時代に憧れバイシクル・キックの練習ばかりをしていたという。バイシクル・キックはサッカー文化において重要な地位にある。漫画、キャプテン・翼の主人公、大空翼の得意技とされ、1981年公開の 映画、勝利への脱出では、バイシュクルキックが、劇中における見せ場の一つになっている。2013年9月のグーグルドゥードルは、レオニダス・ダシルガ生誕100周年を祝うものだが、キャラクターが彼の代名詞である、バイシュクルキックをするという内容だった。サッカーゲームのフィファシリーズでは2014年の CM に、リオネル・メッシが起用され、バイシュクルキックを披露している。2014年、 バイシクルキック発祥の候補地である樽川野に、バイシクルキックをするラモンウンザガの銅像が建てられた。ありがとうございます。